んのメラゴンズブレーキ。みなさんこんにちは、おもちやんです。さあ今年の漢字が発表されましたね。ドラバラでも今年のドラゴンズを象徴する漢字を一つ書いていきたいと思います。それでは行きましょう。これで立つ波バスよし、これですかね。これじゃ違いますか。これじゃない、これ木じゃない、木じゃないですよね。これ中日スポーツさんのスポーツ新聞でよく出るやつじゃないですよね。ちゃんと書きます、ちゃんと書きます、ちゃんとしたのを発表します。まあでも今年はいろんなところでこの木は見かけましたけどね。はい、じゃあももちゃんが選ぶ本当の今年のドラゴンズを象徴する漢字書いていきたいと思います。私が選んだ漢字は高ぶるという漢字です。はい、理由言っていきたいと思います。まあね、なんといっても、ドラゴンズファンには馴染みが深い漢字だと思います。根尾昂投手の昂という漢字だったり、石川昂弥選手の鷹という漢字ですけれども、やっぱね、今年は正直最下位ですから、もっとこの奮起していろいろ頑張ってほしいな、高ぶって高みを目指してほしいなという意味でこの漢字を選びました。そうですね、まあ、高ぶらせるためのこう目覚ませこらみたいな発言もありましたからね、そういう意味でも高ぶってほしいなと思い、この漢字を選びました。また他にもですね、まあ、高橋宏斗投手だったり岡林勇希選手だったり、いろいろこう若手の新戦力が高ぶりを見せてこう頑張ってくださったという意味も込めてこの漢字を選びました。そうですね、なのでこの高ぶりから今度来年もっと喜びにね近い感じにしていったら嬉しいなと思いますね。ちなみになんですけど、皆さんはどの感じだと思いますか。ぜひねコメント欄に書いてみてくださいね。さあもう今月で今年も終わりですので、皆さんも1年振り返ってみて、ドラゴンズがどんな1年だったかなと思って、この感じかなと当てはまってるかどうかちょっと確かめてみてください。それではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。チャンネル登録お願いします。いいぞ頑張れドラゴンズ、燃え